声本ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。5月22日土曜日、女優おのよりの映画の話をしましょうよのお時間です。ラジオをアーカイブ放送で聞いてくださっている方もありがとうございます。聞いてくださる方の人生が豊かでありますようにと願いを込めて、本日もお話をしたいと思います。沖縄のお天気はどうですか？東京はなんてことでしょう。明らかに梅雨入りしている模様です。全国的にも雨のひどいエリアのニュースが聞こえてきています。必要に応じて早め早めの避難を心がけてくださいとのことなので、皆さんお気をつけくださいね。梅雨ってなかなかヘビーですよね。私はコロナ禍で体質改善のためにいつもお世話になっている美容皮膚科の先生のところと合わせて、去年の11月から漢方に通い始めたのですが、徐々に自分の体のいろいろな特徴を知り、自分のことって我ながら本当に全然知らないことばっかりなんだなぁと、目から鱗の日々を送っています。で、私の場合は肌がとにかく弱くて、自分と向き合うために肌の日記を簡単に書くようになって知ったことも多いのですが、梅雨の時期になると今までの日記データでは計り知れない影響があることに気づいたんですよ。そのあることとは、やる気が出ない。もともとそこまでアクティブな人ではないですし、ダラダラするの大好きな人間なのですが、それでもあまりに体が重たかったり、良くなっているところなのにガクーンと肌の調子が悪くなったりすると投げやりになってしまいます。ふて寝しちゃったりしてね。今日いつもお世話になっている代官山の美容皮膚科の美人で可愛い先生のところへお邪魔してきたのですが、梅雨で低気圧の影響で体調がガクンと下がり気味になる方が多いそうです。こんなお天気だと気持ちが上がる要素が少なくなってしまいますよね。なので今日は特別にこのラジオを聴いている方には気分がアゲアゲになる魔法も加えておきますので、安心して上機嫌でお過ごしください。では本日は久しぶりの2本立てでお話をしましょうか。 I am all girls。 2021年制作、107分南アフリカ映画、監督はドノヴァン・マーシュ監督。ストーリー、国際的な児童売買組織の関係者を周到な手口で狙った殺人事件が発生。以前から組織を追っていた刑事はやがて自分の中に殺人犯と相通じるものがあることを知る。 Netflix 公式ホームページ、 I am all girls より。フィルマニア、映画の話をしましょうよ。本日1本目は南アフリカの映画、ドノヴァン・マーシュ監督、 I am all girls です。実話を元にした作品で、嫌な描写が極端に少なく、ミステリーを含むドラマになっているので鑑賞しやすいです。それと人身売買について今現在世の中に存在するということをこうして伝えてくれるエネルギーに感謝を感じました。エリカ・ヴェッセルズ演じるジョディは人身売買の犯人を追う、少し冷静さを欠き始めている刑事。なかなか捜査の進展がない中、人身売買に関わっている人物が殺され、その体には行方不明のジョジのイニシャルがえぐられていた。人身売買関与の人間を追い、取り逃がし、殺される。それが繰り返され、殺しているのは自分の視点を持つ人間だと分かる。人身売買の規模の大きさに救いがなくて、逃げようのない恐怖に衝撃を受けました。作品の最後はこのようなメッセージで締めくくられます。アメリカの国務省によると、人身売買の被害女性の数は年50から70万人で、その半数以上は子供だという。無事に発見されるのは 1% にも満たない。
被害者とその家族並びに支援団体に本作を捧げます。日本では信じられないような話というのは本当に幸せなことだなと思いました。ただ世界中で誘拐はあり、その事実を知るのは大切なことだと思います。ご興味を持っていただけましたら、本日1本目の作品はドノバン・マーシュ監督 I am all girls でした。ガンジー島の読書会の秘密、2018年制作、124分、フランス・イギリス合作でマイク・ニューウェル監督の作品。物語、第二次世界大戦直後のイギリス、作家のジュリエットが見せられたガンジー島の読書会の秘密とは。1946年、終戦の喜びに沸くロンドンで暮らす作家のジュリエットは、一冊の本をきっかけにガンジー島の読書会のメンバーと手紙を交わすようになる。ナチに怯えていた大戦中は、読書会と創設者であるエリザベスという女性の存在が彼らを支えていた。本が人と人の心をつないだことに魅了されたジュリエットは、読書会について記事を書こうと島を訪ねるが、そこにエリザベスの姿はなかった。メンバーと交流するうちに、ジュリエットは彼らが重大な秘密を隠していることに気づく。やがて彼女はエリザベスが不在の理由にたどり着くのだが、ガンジー島の読書会の秘密より紹介させていただきました。フィルマニア、映画の話をしましょうよ。今作題材が第二次世界大戦だったので、ちょっと心が重たくなってしまうかなと後回しにしていた作品、マイク・ニューウェル監督のガンジー島の読書会の秘密、もうとっても面白い映画だったので、ぜひお話ししたいなと本日2本目に選ばせていただきました。面白いのもそのはずで、日本でも大ヒットを記録したマリーゴールド、ホテルで会いましょうとその続編、さらにアカデミー賞2部門を受賞したスリービルボードを世に送り出したプロデューサー陣が再びタッグを組んで送り出した物語なんです。第二次世界大戦中に英国で唯一ドイツの占領下にあったチャネル諸島の一つ、ガンジー島の本土イギリスにも知られていない島民の境遇と歴史。主人公ジュリエットを演じるのは、この方の出演する作品かなり目にしています。ダウントンアビーに始まり、シンデレラのシンデレラ役、ベイビードライバーのヒロイン、ザ・ディッグで考古学者夫婦の奥様役をされていたリリー・ジェームズ、それからマシュー・グード、ベネロープ・ビルトン、ジェシカ・ブラウン・フィンドレイと、イギリスの傑作ドラマダウントン・アビーからのキャストが多数集結しています。さらに、誰だこのかっこいい人と一目で思う人もたくさんいるでしょう。同志役はゲームオブスローンズシリーズのミキル・ハースマンです。ジュリエットが一つ謎を解くたびに、読書会のメンバーとの絆が結ばれていきます。なんとも言えない幸せな気持ちがあふれるミステリーです。マイク・ニューウェル監督、ガンジー島の読書会の秘密。少し心が下がり気味で、あんまり気持ちが前を向かない、そんなに見たいものもないし、そんな気持ちの方におすすめですよ。よかったらお試しくださいね。今回はダークな作品、ドノバン・マーシュ監督 I am all girls と巡り合いまして、ぜひラジオでお話ししようと思ったのですが、私の心のバランスがいい塩梅に保たれない予感がしたので、導かれるように鑑賞した温かい作品、マイク・ニューウェル監督ガンジー島の読書会の秘密をお話をしてみました。さて、ラジオ放送の前日21日に関係者より情報が送られてきましたので、本日の最後にお話しいたします。
私小野由里の出演作いずれあなたが知る話、一般公開に先駆け6月10日までクラウドファンディングにご支援いただいた方に、完成したばかりのいずれあなたが知る話の特報を先行公開いたします。私小野由里も特報を視聴させていただいたのですが、ワクワクドキドキする内容となっておりました。もしクラウドファンディングに支援を考えているけどと戸惑っている、もしくはと悩まれているという方は、ぜひ特典のあるうちに一歩踏み出してみてください。クラウドファンディングサイトをご確認されていた方はご存知かと思いますが、エンドロールへのクレジット記載の特典は締め切りとなってしまいました。まだその他の特典はいろいろとありますので、ぜひ詳細は、この子育てってありですか、愛情の形は一つじゃない、長編映画いずれあなたが知る話支援プロジェクトをご確認ください。いずれあなたが知る話2021年6月10日までクラウドファンディングサイトにて支援を募っております。物語は歪んだ愛情と好意がぶつかるノワールサスペンス、古澤武史監督作品、主演大山宏さんと小原典子さん。小原さんは今作で脚本家としてもデビューされています。たくさんの困難を乗り越え、劇場公開のためにクラウドファンディングという選択を歩み始めた作品です。ご支援いただければ幸いです。それでは今晩はここでお開きといたします。皆様ハッピーな日曜日をお過ごしいただけますように。また来週映画のお話をしましょうね。